ろしくお願いします。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、こんにちは。あなたは愛されてるラジオ始まります。よろしくお願いします。まもなく始まります。はい、こんばんは。いつも。ありがとうございます。聞いてくださいね。エルフトーブ。エルフトーブって何でしたっけ？後で調べます。こんばんはです。ありがとうございます。こんばんは。沖縄はね、今日大雨で、ちょっと雨が降るとなんか自然を感じるんで、そういう話をしたいと思います。皆さんこんにちは。木曜日の夜です。いかがお過ごしでしょうか。あなたは愛されてるラジオが始まります。この番組は沖縄 FM 宜野湾からお送りしています。神様の愛をお伝えする福音放送です。福音、幸福の福に音楽の音と書いて、福音と読みますね。良い知らせ、グッドニュース、英語でグッドニュースですね。そのままです。はい、神様は私たち人間を愛するがゆえに、今からおよそ2000年前にこの地上に神を人としてお送りになりました。その方こそイエス・キリストです。イエス・キリストがなされた本当に行い行為、それを私たちのためにあったと受け入れるなら、私たちはイエス・キリストを救い主として受け入れるなら、私たちの人生は素晴らしいものに一変します。神様が共に歩んでくださる人生、神様に祝福される人生、そんな人生へと変えられますね。そんな神様の素晴らしい約束が、書かれた本、そんな約束が聖書に書かれています。イエス・キリストは私たちを本当に心の底から愛しておられます。そんな神様の素晴らしい愛、約束を共に分かち合う番組、あなたは愛されているラジオです。この放送は現在生放送で FM 議論はこれから1時間お送りします。そしてあさって土曜日朝10時から系列の FM 小座で、収録でお送りしますので、そちらもよろしくお願いいたします。さあ、私自身がイエス・キリストを信じたのちょうど14年、この夏で14年になりますね。10年過ぎましたからね。そこそこ長くもないですね。自分の人生考えたらね、もう60近いんですけども、44歳で信じましたからね、そんなに、昔ってわけじゃないですよね。クリスチャンの家庭で生まれたわけでもないし、44歳までイエス・キリストを知らずに過ごしてきましたから、しかしイエス・キリストを知ってから人生が本当に変えられましたね。素晴らしいものに変えられました。そしてこうして、イエス様の素晴らしさ、お伝えする番組をできていますね。感謝します。これから1時間よろしくお願いします。さあ、沖縄は今日大雨ですね。梅雨の半ばもう過ぎた頃だと思いますけれども、今日2時間近く前に、那覇の方から
58号を北上してこの FM ヒルワン、まあ、伊佐交差点をちょっと上がったところですね、あるんですけど、丘の上、1時間ぐらい、まあ、ちょっと渋滞してましたけど、ずっと雨ですね、大雨、一体ね、どこからこんな雨が降るのかっていうぐらいの雨でしたけれども、皆さんはどうですか、雨好きですか。僕は雨結構好きなんですよね、というのはなんかこの自然っていうかね、あ、この地球とかそういう、ところにいるんだなっていうのをすごく感じられるんでね、ちょっと今日はそういう、神様の与えてくださった自然、本当に素晴らしいもの、それについてちょっと話していきたいと思います。1時間よろしくお願いします。いつも前半に読む紙を忘れてし、今取り出す暇がなくて、自分で喋りましたけど、ちょっとつまずきながらですね、失礼しました。はい、あなた愛されてるラジオ始まりました、さあ今日はね、本当に、まあ、沖縄はもう、今年は5月の終わりぐらい、ゴールデンウィーク入ったぐらいですかね、梅雨が始まったので、もう、3週間ぐらいは経ってますね、まあもう半ば過ぎっていう感じですけど、今年は雨が多いですね、すいませんね、ちょっと滑舌悪いんで、マスクを変えさせていただきます。すごく降ってますね、ほとんど雨が降ってるってことが多いですけども、本土の方、まあ通常内地って、普通は使いますけど、まあ、ちょっと気を使って本土って言ったりしますけど、普通内地とか言っていますよね。内地の方は、どうなんですかね。もう入ってるところもあるでしょうし、まだこれから自分が、東京とかにいた頃は6月に入ってから梅雨っていうようなイメージだったんですけど、どんなでしょうね、まあ、場所によって違うと思うんですけどね。北海道とかは梅雨がないんですかね、自分行ったことないんですが、はい、まあ、もう本当にね、まあ、水がめって言いますけど、空のどこにこんなに水があんのかなっていうぐらい降りますね、はい。まあ、ちょっとね、神様がこの天地万物っ
といいますけれどもね、この地上のものすべて、この地球も宇宙もすべて神様が作られた、創造された、創造主なる神様って言いますけれども、それが聖書の一番最初に書かれていますね、創世記、はい、この世界を作られた、創造されたということで創世記ですね、ちょっと、1章から2章の最初のところ、天地創造の部分を、お読みしたいと思います。1ページ2ページちょっとありますから、あ、1ページ2ページ弱ですね、ちょっと長いですが、お読みしたいと思います。創世記1章1節から、はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。神は仰せられた、大空よ、水の真っただ中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。神は仰せられた、天の地の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた、地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果実を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第三日。神は仰せられた、光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ、定められた時々のため、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を納めさせ、小さい方の光るものには夜を納めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を納めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第四日。神は仰せられた、水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ増やせよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり朝があった第五日。神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた、
さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満てよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自身が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった。第6日、ここから2章ですけれども、こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていたすべてを、なさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。はい、これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこととありますね。はい、天地創造、まあ6日で作られ 7日目に休まれたということは、7日間でね作られたんですよね。今私たちは1週間というの中でね生きてますよね。まあ、日曜日から数えたり月曜日から数えたりしますけども、でも月火水木金土、6日間働く日があって、まあ今週休2日とかになってますからね、もう1日、日曜日以外の休み、まあ人によってちょっとね休みのパターンは違うかと思いますけど、一般的に6日働いて、まあどこかに週休2日だったら1日休みが今あって、そして日曜日がある、休む日があるっていう、何も考えずに、生きてますけれども、これあれですよね、聖書から来てるんですよね。これ変わりますかね。日本がこの曜日の概念を受け入れたのは多分明治維新だと思うんですよね。江戸時代にはこの7日間、1週間っていう概念はなかったはずですよね。また戦争のね、日本が戦争した時は、海軍の歌の中にね、軍歌の中にありますよね、月月火水木金金って言ってね、土曜日も日曜日もね、だから休まないんだっていうね、まあ、こういう毎日働いたらもっとすごいだろう、相手に勝つことができるだろうって言ったんだけど、全然ダメなんですよね。すごいですよね、この神様の法則っていうのがそのまま現在も生かされて、これ世界中ですよね。だからね、まあ本当にもうこれをこの世の中の人がみんな何もいちいち考えずに受け入れてること自体がもう本当にこの神様の法則っていうものがあるっていうふうに自分はね思うんですけども、はい、まあこの中にね、最初の1日2日天と地を作って、最初から水がありましたね、地の上に水があって、その後空ができて、地の上の水と天の上の水分けますね、そっちから雨が降ってくるっていうね、そういう、分け方ですね。なんかすごい、だから雨が降るとね、なんかちょっとこの聖書の、創世記の部分を今はねクリスチャンになってから思いますし、なんか家の中にいててもですね、雨の音が聞こえて、車が走るとこう、
水しぶきの音、タイヤが水しぶきをこう走らせる音とかね、なんかこう自然に雨に包まれてるっていうかね、しかも屋根があって、雨に濡れませんから、安心ですし、家の中にいるとね、なんかあの自分は雨の音、うん、雨の音好きですね。はい、まあ、そういう、ことをちょっと今日は考えたので、創世記読みました。さあ一曲聴いてください。これは クリストムリンですね。 How great is our God。京都も大雨ですか。なんかね、すごいですね。よう降ります、うん、あとティモちゃんの死とカズワンの船体、また一回沈んじゃったんですよね。また上げられましたか。この事故もね、本当にとんでもないことですね。ちょっととんでもないことがね、いろいろ起こりますよね。ウクライナのこととかね、またアメリカの銃撃とか、本当に、胸が痛いですね、こういうことはね、うん、
クリストブリンで How great, How great is our God、神様、私たちの神様はどれだけ素晴らしいんだろうっていう意味ですかね、神様は素晴らしい、天地創造をなされて、しかし、まあ、自分進学校行った時に習って衝撃を受けたのは、この天地創造の一番最初、初めに神が天と地を創造されたとあって、その次ですね、地は棒漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の上を、水の表を動いていた。これがなんかね、ちょっとこの天地創造の素晴らしさのところで、なんかここが唯一ね、ちょっと暗いんですね。地は棒漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の上を動いていた。実はもうこの時にすでに、天にいた、御使い天使、まあ、サタンとなる、御使いとその仲間たち、天使全体の3分の1ぐらいと言いますけれども、天から追放されたんですよね、神様のもとから。それがこの地上に、降りた。すでにこの時にもう、まあ、悪魔はこの地上の上にいたということですね。ですから天地創造素晴らしいんだけど、完璧じゃないんですよね、神に逆らう者たちがこの地上の上にいて、この地上を、まあ、支配するという状態だったわけですよね。だから、この地上が私たち人間が、置かれて、私たち人間のためにこの地、天地作られましたけども、私たちのためにこの天地作られて、この地球も作られたっていうことを書かれて、素晴らしいんだけど、それを邪魔する者がいる。だからその、まあ、悪、私たちに罪を犯さす者をから私たちがまた、救い出されるためにイエス・キリストが、およそ2000年前ですけども来られて十字架にかかる、私たちの罪の身代わりになって十字架にかかって罪をあがなう、私たちの罪を清めるっていうね、行いをなされましたね。だから第2弾としてイエス・キリストがこの地上に来る、来られて、十字架にかかる、そして、まあ、死にますけどよみがえるっていうね、御業がおよそ2000年前にありましたね。このイエス・キリストという人、このお方、救い主が必要だったわけですよね、まあ、壮大なこの聖書の、まあ、ドラマ物語ですけどもね、はい、さあそのこの天地創造の中にね、月と太陽と、まず地上を作られた、この地球を作って、それから、太陽と月ができて、昼と夜が分けられますね。そして星々が作られますけれども、順番としてね、3日目、その部分なんですけど、星の数がねどれぐらいあるかっていうことをね、考えたときに、ちょっと、まあ、この私たちが住む地球は太陽系っていう中にあって、まあ、星って言ったときに、まあ、この惑星は入れないで太陽ですね、太陽、まあ、恒星って言いますね。この恒星を